児童養護施設で指導員をしている社会人2年目です。もともと保育士を目指していたんですが、大学の実習でめたくそに心を折られ、児童養護に切り替えました。そんな経緯からか人から評価されて感謝されても、陰では悪いところも言っているんじゃないかとひねくれてしまうところがあり、自分の悪い点だと思っています。素直に人からの評価を受け止められるようなる考えがあるなら、ご教授いただきたいです。 そういう気持ちわかんないよ。陰口言ってくかもしんねえなとか。でもさ、よく考えてみてさ、例えば自分自身もさ、あの好きな人に対してはさ、素直に好きな感情で話せて、素敵な言葉が出せて、大好きなんですっていう顔できるじゃんでも好きでも何でもない人にはさ、普通のテンションになるじゃんそして好きじゃない人に関しては、気遣ってなんとか、なんとかコミュニケーションを取るじゃん陰でさ、あの人苦手だわーとかって言ってることあるじゃん それでもさ、自分の前でさ、人から表価されたり感謝してくれる言葉を投げてくれてるってことはさ、よっぽど気使ってあなたにこう嫌な思いをさせないようにしてくれたりとか、もしくは本当に感謝してくれてたりとか、そういったことよ。もし嫌なことがあったとしても、あなたの前で出さないようにしてるっていうのは、あなたを傷つけない、傷つけ前として心を使ったりとかしてる証拠じゃん。要は。陰口なんてさ、気にするこっちゃねえのよ。正直。 本当に、面と向かってもうマジであの人嫌いだ、ってあ,あなたのこと嫌いですって言われるか、もしくはもう自分に愛にも来ない、関わりもしないっていう関係にならない限りは、陰口なんですよ別にいいのよ、ほっときゃ。でも、その人のことをこう、疑った目でどうせ悪いこと言ってんだろうなって思ってると伝わるしさ、その人に対してさ、なんとかいい自分を出そうとしないじゃん、結果。 だからさ、そんなことを思わず相手に一番素敵な自分を見せる努力をするっていうのが常に大事だと俺は思うよね。 自分はありのままだけど、で、相手はしかもこっちに気遣ってさ、悪い気持ちを出さないようにしてくれるったらさ、もう気遣われてるわけでしょもうすでに。俺はなんか、陰口、いそう、この人俺のこと好きじゃないんだろうな、でも俺の前では出さないように努力してくれてるなと思ったら、まあ、なんとか、じゃあその陰口をゼロにできるようにできんかなこの人に、と。この人の楽しいと思う会話をしてとか、 この人が喜ぶ提案をしてみたり、この人のためになんか一つ骨折ってあげれないかなとか、なんかそういうふうに仲間が増えていったらいいなと思うから、陰口言われるぐらいだったら、竹井さんって意外といい人だったねって言わせたいなって思って俺は努力するタイプだから、頑張ってみて。陰口ぐらいのことでさ、素直に人からの評価を受け止められるようになるっていうかさ、気にすんな、そんなことは。百獣の王国家。 ケイソーのケイジョンチャンネル始まるよ